おはようございます。ワドでーす。今日も一日よろしくお願いします。今日はですね、2017年の5月の6日、何曜日だ？土曜日ですね。土曜日です。よろしく。ありがとうございます。こんにちは、ワドツ。おはよう。おはようございます。今眉毛抜いてる、気持ちいい。眉毛抜いてた。気持ちいいよね。最初の頃痛いんだけど、後半痛くなくなるんだよね。何なんだろうね。すげえわかる。眉毛何なの？毛って抜き慣れると、あれなんだよね。本当に。大丈夫になってくるんだよね。みんなおはよう。おはようございます。おお、大丈夫ですか？寝てなくないですか？大丈夫。達彦さん、おはようございます。寝てます？ちゃんと。大丈夫ですか？あ、寝ました。よかったよかった。俺もグローブ新しいの欲しいな。新宿の、なんだっけ、相模だっけな、なんだっけ。新宿。なんだっけ、あの、相模じゃなくて、なんだっけ、伊佐美か。伊佐美だ、ありがとう。伊佐美もう一回行こうかな。のんちゃんはバンテージじゃなくて、ボンテージが欲しいっつって。私も欲しいボンテージっつって。ボンテージってエロいやつだよ、のんちゃんっつって。えっつって。笑うよね。ツイッターでボンテージ欲しい。私も和田さんみたいにボンテージ買うって。いや、俺ボンテージ買ってないのんちゃんっつって。ボンテージってあの SM の女王のやつだよっつって。えっつって。笑うよね。
昨日グローブとレガースとマウスピースバンテージ買った。ミットも買ったっておっしゃってましたよね。ミットも買ったんですか。おー、いいな。グローブ革買いました。本革のグローブどれくらいするんだろう。グローブ欲しいな。本革のグローブやっぱ良かった。ドレさんのかっこいいんだよな。アドーさんの蹴りの練習受けるためにキックミット。あ、すいません ありがとうございます。次、いつなんだろう。今週の日曜日、明日やるのかな、ドルさん。明日はやんねえか、さすがに。いつなんだろう、次。気になるな。あ、やっぱ牛革の本グローブだと1万円超えるな。いやー、申し訳ない。なんかそう言っていただけるとめちゃめちゃ嬉しいですね。あざーす。でも、この前の練習やりすぎて、昨日練習できなかったっすね。オーバーワークだったみたいです。本当に歩けないぐらいガチャガチャになっちゃって。なんか、そんなに動いた気はしなかったんですけど、なんか、すごいっすね。揉んだりストレッチもしたのに、ジャブすら打てないぐらいやっちゃって。今日は休みます。これ本当に、なんだろう。やっぱ時間長くしたらダメなのかな？ 4 時間やったからかな。体今ガッチャガチャなんですよ。立てないっす。ああ、やっぱり休ませた方がいいっすよね。やりたいんですけどね、もう時間がないんで。ただ、ヒカルくんとやっぱり一緒にやったのもあるし、もう一人で練習するのダメっすね。本当に良くない。やる気にならないとかじゃなくて練習にならないっす。サンドバッグあった方が絶対いいし、よくわかった。相手がいるとどれだけ向上できるかっていう。本当にきついっすね。一人じゃね、強くなれない。まあ、走り込んだりとかはいいかもしんないけど。練習も、やりすぎたらダメっすね。いい感じの練習？もちろん追い込まないといけないんですけど、ちょうどいい感じにやらないと意味ないっすわ。全然。体壊すだけだわ。自分の体と向き合いながらやっていかないと全く意味ない。皆さんおはようございます。おはようございます。おはよう、クロスケ。おはよう。このウェアかっこいいんだけど。このウェアでしゅ、し、試合して、俺。超かっこいいウェア見つけたんだけど。これで試合したらダメかな？これ超かっこよくない？これ。どう？みんな。これめちゃめちゃかっこよくない？すげえ気に入ったんだけど。これ。
なんかエヴァンゲリオンみたいじゃない。エヴァンゲリオンの覚醒みたいな。これめちゃめちゃかっこいい。これ、なんか全身にするとひどいんだけど全身これはないよね。お前、気違いか、お前はっていう。全身これはないけど、黒にこれはかっこよくない？うん。これ8000円だったよ。これかっこいいよね。だ全身はないわ。全身は、もう、コントかよっていう。これかっこいいなぁ。めちゃめちゃかっこいい。おはよう、よしさん。全身はないわ。なんでこれ全身、これ買おうかな。これ買おうかな。ロサンゼルスのグラップリングアパレルブランド。ニューザラアパレル。ん？おいや、これ絶対似合うよね、俺。これいいな。下が買う、下じゃねえわ。逆だよ。上見せたでしょ。下が変態だっつってんの。話聞けや。これ下履いてったら変態だろうがよ。そう、ウェアも選ばないといけないから。絶対似合うよね、これ。上下合わせて、やっぱ1万6千円ぐらいだって。いや、上下これはきついだろう。下はきついぞ、これ。下はいらないでしょ。下これはやりすぎだろ。上はかっこいいけど、何がしてんだこいつってなんでしょ、これ。このモデルの体型もどうかと思うし、なんか。これはやりすぎでしょ。上はかっこいいけど。なんか変態でしょ、これ下は。これは。これはないな。もう笑うよね。ギャグだよね。下はない。絶対着ない。格好つけたいから。これ、気違いだよ。こんなの着てきたら。下はね。ダッサー！あいつのセンスおかしいわ。ってなる。でも、かっこいいの結構あるな。上はどうせ着ないとダメだから。やべえ、これ超かっけえな。8000円か。やべえ、かっけえこれ。超かっけえ。なんか空手着で行こうかなとも思ったんだよね。いや、いい体しないよ。俺、ブヨブヨだよ。脱いだら爆笑できる体だね、俺。もう配信者として鍛え抜いたボディだから。バディ。配信者バディだからね。でもなんか、あれしょ？痩せたでしょ？顔。顔痩せてないよ、俺、今日。炭水化物取ってないから、顔がシュッとしてるはずなんだよね。糖質制限やって肉ばっかり食ってるから。体も締まってきたよ。うん、スッキリしてるでしょ？うん、このままいったら腹筋割れるかな割れないかなぐらいの体になると思う。まあまあ、もうちょっとやったら腹筋がバキバキになる、見えるねっていう。そう、脂肪がうっすら乗ってる。体型のラインは出ると思うよ。ただもう肉が減り始めたもん、お腹とかの。身長171ぐらいかな。
170ぐらい、171あるかな。ちょっと、微妙なラインですね。下は真っ黒いスパッツを履こうと思ってる。真っ黒いスパッツ。だから真っ黒いスパッツに、さっきのエヴァンゲリオンみたいな上半身長袖着て、で、ボクサーパンツみたいなのあるじゃん。格闘技用の。ああいうのを履こうかなとか思って。でも一生に一回しか着ないかもしれないのに、金かけるのもアホくせえよな。まあしょうがないけど。晴れ舞台だからいいのかもしんないけど。一生に一回で数万円かけるのはバカくせえよな。だったらなんか、配信機材買った方がいいなとか思うけど。どうすんだよな、こんなにいっぱいさ。こんなにいっぱい、キッキングミットとかさ。んなさ、一生に一回しか使わねえぞ、これ。キックのレガースとかさ、こんなのとか。どう思う？みんな。これ買ったはいいけどさ。バンテージとかさ。思い出にやっぱ取っとくのか。第2回の試合呼ばれることを祈るか。もうファイターかよっていう。俺、第2回ステゴロ呼ばれたら行くけど、練習するけど、第2回ないと思うよ、多分。勝ったら2回戦とかない。全員1試合。無理だよ。3ラウンドやるんだよ。みんなさ、3ラウンドの怖さ、素人の人知らないんだよ。そんな K1 とかってあれ化け物だから。地下格闘技って呼ばれてんのも1ラウンド1試合だけだよ。で、メインタイトルマッチとかが2ラウンド1試合とかの。素人って3ラウンド3分動くこと自体が奇跡なんだから。2回戦なんか無理だよ。K1 とかと一緒にしないで。まあね、あんまみすぼらしい格好はダサいから嫌だけど。髪の毛は真っ赤に染めてくよ、また。染め直す。オレンジになっちゃってるから。3ラウンドなんか絶対動けない。なんか、ベンジョタロウさんが何考えてるのか全然わかんないもん。だったら、せめて3ラウンド、3分2ラウンドか、2ラウンド、2分3ラウンド。で、試合数増やせばよかったんだよ。今度の練習3分3ラウンドやるって気合入ってるんで、ちょっと俺ビビってます。吐きますよ、多分。本当に。俺多分3分3ラウンド、できるんですよ、今。ヘロヘロになって3ラウンド目、もうゲロ吐くかもしんないけど、僕はできます、正直。ヒカルくんとやってたんで。2ラウンド目も動けるんですよ。だけど、多分、達彦さん吐くよ、本当に。なんか、俺の方が強いとか、そういうアピールじゃなくて、練習してなかったら、本当にぶっ壊れますよ。いや、俺は多分吐くぐらいだけど、多分できると思うの、最後まで。最後、ゴバーってなるだけで。本当にね、ベンジョ太郎さん何考えてんだろう。盛り上がんねえぞ、3ラウンド目とか。本当に、だだっこパンチになるからね。本当に。3分戦うだけでおかしいのにさ。多分ね、短いラウンドにした方が盛り上がるよ、殴り合うから。KO を取りに行くから。何なんだろう。誰がこの設定を考えたんだろうね。しかもさ、地下格闘技だって格闘技やってる人が出るんだよ。素人にこれをやらせようってどういう目線だよな。いや、マジで。っていうか、俺、前から言おうと思ってたんだけど、俺がスパーリングするとき、俺なんか走ったりとか、シャドーとかやってさ、疲れ切ってるところにスパーリングぶち込まれるから、俺今度からスパーリングだけやりたいんだけど、フルパワーの状態で戦わせろよって思うんだよね。俺だから、あれだよ、もう自主練とか走り込みとかもう全部家でやるから、今度からのドレさんのは全部、あれだぜ、スパーリングやらせてもらうよ、俺。俺不利だもん、毎回毎回。なんで俺だけ走ってんだよ、みたいな。
俺だって体力マックスの状態で戦いたいよ、ちょっと体温まったぐらいで。それでさ、なんか息切れんの早いみたいな。切れるでしょ？体力残ってないんだから。あれ、なんかさ、変な演出だよ。ずりーよ。俺だってカッコつけさせろよ。ずりーよ、俺だけ。まあ、それでも、勝てるとかいい試合できるって思ってなかったけど、辰彦さんと。俺今結構殴り合える自信あるよ。辰彦さんと。結構自信あるよ。そう、フルでやったら。俺もカッコつけてえよ。カッコつけさせてよ。だ技が増えてるから、あの時ジャブ、リードジャブだけしか打てなかったから、リードジャブじゃないか、ステップインジャブか。ステップインジャブしか打てなかったけど、今、あれですよ、パターン、2パターンぐらい増えてる。右足ぶっ壊したから、左足も蹴れるようになったし。インファイトがよくわかんねえんだよな。未だにインファイトわかんない。あと、何よりも一番でかいのが、プレッシャーかけるって技をヒカルくんから教わったから、下がらなくなった。指数あるかな？わかんないけど。いや、やりながら自分なりに考えて覚えてっただけだよ。俺が強くなったのはみんなのおかげだよ。ああ、特殊首相撲はあれはもう、イメトレ徹底的にやりましたから、ドレスペシャルは。あれ決まらなかったの誰だろう。あれ決まらなかった人いないっすからね。あれは本当奇跡の技だと思う。あれ決まったら一撃で本当首の骨折れると思ってるんで。あれ多分、本当に、あれだよ。死ぬよ、テレチャンピ。だから、かがみ込んだ状態でノーガードで膝来るんだよ。しかもフルスイングの。体状態崩されてる状態で前のめりになって倒れるか倒れないかみたいな、こんな状態で、バガンバガン2発3発入るんだよ。あ、レフェリー止めなかったら本当死ぬよ？俺言っとくけど膝蹴り強いからね。本当に。でも俺振り抜くよ。悪いけど。手加減なんかしないよ。本当に相手が死んでもやるよ、俺。だ止めなかったら俺レフェリーと運営の責任だと思ってる。膝ありにしたんだと。だって殺しても大丈夫だよね。殺しても大丈夫でしょ？俺悪いけど、青山好きだけど殺すよ、本当に。おい、怖えもん。やられるもん、俺だって。やられるんだったらやるわ。いや、チーンじゃないと思いますよ。俺、ドレさんにやられたから、体幹の怖さ知ってるんですけど、本当に死ぬってわかるんですよ。脳が死んだって信号を送るんですよ。これまずいって。でもガードできないんですよ。ガードができないの、あの技。あれ、ドレさんとんでもねえ技を教えたなと思ったよ。これ殺人拳じゃんと思って。ルールに則ってるとはいえ、俺にクリンチ仕掛けたら多分死ぬよ。っていうことは、雅さんも死ぬってことだからね、これ。雅さんも、これ、対策しておかないと。あれ特殊だから、変形首相撲だから、あれ本当に危ないよ。あれめちゃめちゃ強いから。なんつうの、ムエタイの首を取りに行くこの動きで脇が開くのが計算されてんの。こっちの方がモーションでかいし、それにスルッとあってこうやってやるだけだから、スルッと入れるだけなのよ。すげえ簡単なの。しかも外れないのよ。で、その合気道みたいなもんで、相手の体勢崩されるから、振り回せんのね。ぶん投げることもできるし、まあ、ぶん投げるよりも首にバチン入れたら終わりだよ、あんなの。もちろん手加減して、振りだけだけど全員。あれめちゃめちゃ怖いよ。青山接近戦絶対やんない方がいいと思う。死ぬよ。クリンチなんか仕掛けたらもう俺勝ちだと思う。接近戦では100%分がある、俺に。で、青山があの技を俺に仕掛けることができると思えない。マジで首の骨いくだろうね。下半身不随とかになったもん俺死んねえよ、マジで。俺本気で骨とか折りに行くかんね。あ、冗談じゃなくて、怖いから。
なんか、叩かれてもとか知らないよ。アンチが湧くとか手加減しろとか体格差がとか、そんな言い訳絶対聞かないから今のうちに言っとくかんね。本当に知らないから、俺。やってないんですよ、それが。で、スパーやったんですけど、パンチめちゃめちゃ軽かったんですよ。やべえ、絶対勝てるって思っちゃったんですよね。ただ、パンチが当たんなかった。早い、あいつ。スピード感はやばい。反射神経もいい。で、体力もある。俺より、正直。センスも俺より100倍ぐらいある。だけど、勝てる。パワーがない。だから、一回蹴ってみろって。俺ガードするだけだから、っつって、すねに、重い、あいつが振り抜いて蹴った時に、膝ですねガードしたら、あいつ無言になってたもん、痛くて。うーってなってた。みやびさん、マジでやばいっすよ。です。聞いてました？今。みやびさん。特殊変形首相撲。みやびさん、マジで対策打たないとまずいっすよ。僕、ドルさんから、ドルさんが開発した特殊な首相撲を教わってんすよ。これでもあんま言うとな、卑怯だから。まあ、どれ、あの、みやびさん、敵に塩を送るわけじゃないですけど、クリンチはやめた方がいいと思います。殺されます。マジです、これ。僕も、青山対策で教わったんですけど、達彦さん知ってるんですよ。うん、いやいや、対戦相手いるから、1ラウンドで勝ってくださいって。あ、俺は3ラウンド戦うよ。うん、3ラウンド戦う。客沸かせたいから。みやびさんどうすか？自信は。みやびさん突しません？今。みやびさんちょっとインタビューしたいんですけど、突しません？どう？みやびさん今暇じゃない？スピードがあってもパワーない相手はガード固めて相手を追い詰めたら勝てますよ。そうっすよね、ヒロリンさん。だから、もうガードで突っ込んでいこうと思って。大丈夫？俺のライン知ってます？ふわっちのプロフィール欄に LINE があるんですけど、それで、みやびでーすみたいな感じで、みやびーとか送ってもらえたら承認今するんで、ちょっとお話ししません？そう、聞いてみたい。うん。ちょっと話そうぜ。慣れ合おう。ちょっと、お話ししましょう。5分ぐらい。スピードあってもパワーがない相手な、本当に。だけど、ちょっと嫌なのが、空振り続くと、あれなんだ。まあ、対策は打ってあるんで大丈夫っす。バカプレゼントありがとう。僕のふわっちのプロフィールページに LINE の URL が載ってるんで、それクリックすると、LINE 申請できます。QR コードでんで。ちょっと、あれだな。みやびさんと話してみよう。どんなトレーニングやってるのかとか、どういう経歴なのかとか、どういう体重なのかとか。ヒゲはね、俺の彼女がヒゲ好きなんだ。だから、剃らないっす。ごめんね。うん。整えたりはするけど。ヒゲはトレードマークだからさ。ごめんね、あやちゃん。でもね、ヒゲ剃れっていうね、女の子ね、ヒゲ剃ると格好悪いって言うんだよね。和とヒゲ似合うわって。毎回なんだよ。何回も剃ってるんだよ。配信中に。ちょっとこれは、あれじゃないの？ドレさんの放送が荒れるんじゃないの？和道が裏切ったぞって。みやびさんと慣れ合ってるぞって。あ、来た。じゃあ、ちょっと突かけます。準備 OK だったら、え？変、え、違う。これみやびさんじゃないじゃん。なんか、リスナーさんから来たわ。空気読んでねえな。俺、肌白いね。肌白いけど、日焼けだいぶしたよ。これでも。シュウさん、おはよう。あれ、みやびさんじゃなかったの？うん。みやびさん来ねえな。俺が画面に出した方が早いかな。俺画面に出した方がいいのかな。ちょっと待って。俺が画面に出すか。ちょっと待って。これでどうだ。
これでみんな追加できる画面の大きさ。みやびさんこれです。みやびさんこれです。よろしくお願いします。本物じゃないの？わかんないけど。本物でしょ？何回かコメント打っていただいてるからね。偽物、偽物が来んの？来ないでしょ。みやびさん結構来てもらってるよ。この放送には。たまにちょいちょいって感じで。よし。ドレさんの情報を売ろう。みやびさんに。ユダになろう、ユダに。これ僕の LINE です。よろしくお願いします。ドレさんを売って。ねえ。ドレさんに怒られよ。ドレさんがブスは東大行くしか、行くしかないんだよって言ってて爆笑。ドレさんね、ブス戦のくせにね、ブスに厳しいからね。ていうかね、俺昨日の放送ね、俺生まれて初めてね、ドレさんの放送そっとじしたわ。ドレさん女口説くセンスね。あ、違う違う、スカイプやってないっす、僕。LINE の画面これです。みやびさん話聞いてないでしょ。これこれ。みやびさん全然話聞いてないよ。LINE がいいです。LINE ください。僕スカイプやってないっす。LINE の ID これなんで、ちょっと画面でこう、やってください。みやびさんもパンチドラッカーなのかな。全然話聞いてない。俺スカイプって言ってたわ、さっき。LINE って言ったよね。了解です。お待ちしてます。ドレさん、ほんと女口説くセンスね。もうね、なんか、女の子がタクシー乗ってる時になんかね、お父さんとの会話みたいで、なんかもういたたまれなくなっちゃったもん。ドレさん強いよ。体やばいよ。生で見たらマジでやばいよ。ドレさん、女口説くセンス、ほんとにないんだよね。女の子が引くことを全部やるんだよ。俺、ほんとに悲しくなったもん。いや、昨日の放送ひどかったよね。俺ね、本当にこれ言った方がいいのかなって思うぐらいいいよ。本当に女口説くセンスないんだよ。本当にないの。マジで。あのね、セックスは絶対うまいと思うけど、女の子が嫌がるトークバリバリやってんのよ。そう、説教みたいになって、あれ女の子かわいそうだったもん。超嫌がってたのに気づいてないんだもん。ああ、外資系のキャリアに行きたいんだとかさ、それ言っちゃダメだよ、みたいな。なんか嫌な女っぽく聞こえちゃうじゃん。あれはね、俺、ドレさんがモテない理由、だんだん分かってきた。あの人は本当にモテない。いや、あのね、もうね、お父さんみたいになってんの。要は、説教になってんだよ。そう。だから、女の子が嫌な気持ちになるの。そうじゃなくて、楽しませないといけない会話なんだよ、あそこは。なのになんか、結婚はどうなの？とか、そんなさ、20代中盤の子とかがさ、結婚とか考えてないよ。あれはちょっとね、あんま言うとドレさんに怒られるかな。いいや、ドレさん今放送中だから聞いてねえから、これ言うなよ、ドレさんに。これ俺本気で引いたの。本当に閉じちゃったの。生まれて初めてだよ。もうね、いたたまれなくなっちゃった。ドレさんに言うなよ。これ秘密だからな。あれはモテないよ。あれはモテない。本当に。本当に思った。これマジで女の子引いてるぞっていう。マジで引いてるぞっていう。あれはね、多分ね、俺と同じ感覚の人いっぱいいたはずだよ。これダメだわっていう。なんだろう。ジャブの打ち方がダメなの。ジャブ、もっと、なんつうんだろう。もうね、なんか、なんだろうな。全部ダメ。そう、紳士に見えてね、ただのスケベ親父なんだよ。キャバクラに行く。本当にひどかった。いや、多分同じ、和道合ってると思う。俺ね、意外と女心わかんの、こういうところ。ていうかね、性の匂いとか匂わせたらダメだよ、あそこで。匂わせてないんだけど、なんかね、もったいないんだよ。俺もやめたいでしょ、わかるでしょ。空気読めないっていうかね、あそこは、なんか、もっと、なんか、なんか映画とか何好きなの？へえ、俺も好きだよ、あれ！とか、面白いよね？とか、相手の趣味とか、好きなものを探り出して盛り上げて、
ル、ジャブ打たなきゃいけないところなの。ああ、俺も好き好きみたいな。あの時のあのシーンがさ、とか言って。で、そこで噛み合ったら、じゃあ今度映画行こうよとか言うと、いや、行きたいって。俺映画好きだからさ、教えてっていう。あ、OK です。今、じゃあ、凸かけます。もうね、なんか、この後就職するの？結婚意識してないの？とか。いや、してないっす。そっか、キャリアウーマンになるのか。でも、年収1000万は厳しいと思うよ。とか。ダメ出し始めちゃってんの？あ、ごめんなさい。今かけます。もう、ほんとひどかった。本当にひどかった。女の子、どんどんトーンダウンしてんだもん。あれはモテないよ。おはようございまおはようございます。ご無沙汰です。ご無沙汰です。お疲れ様です。どうすか、練習の具合は。練習ですか？はい。そうっすね。まあ、だいぶ、まあ、いい感じには、中の上ぐらいです。おお、みやび さん自分の中の中の上ですよ。はい。お、でもいい感じじゃないですか。ありがとうございます。ねえ。みやびさん、身長と体重って今どれくらいなんですか？身長っすか？はい。身長は、ええー。あ、大体でいいです。大体で。いや、いいっすよ、もはい。う。もう、ここまで来たら。身長169センチ、はい。体重が72ですね。あ、絞り込んであの体格なんですね。あ、じゃあ、は体い。脂肪相当低いですね。あ、はい。仕上がってる すげえ体仕上がってる。俺、みやびさんに合ってるから筋肉の量は触らせてもらってんの？すごいよ。いやいや、とんでもないです、そんな、全然です。あ、はい。でも、ドレさんが筋肉バカなんで バカでそうはですないですけね、ど、はい。めちゃめちゃがたいすごいんで。ええ。なんか作戦としてはどんな感じで行こうみたいなのあるんですか？作戦ですか？はい。もう、一応イベントに出させていただけるっていうところが決まった時点で、はい。僕の、練習とかスパ相手を、ドレさん想定で身長182センチ、体重85キロの人とやってます。もう対策はじゃあバッチリなんですね。もちろんです、もちろんです。はい。あ、すごい。もうバッチリ、週何ぐらいでトレーニングしてるんですか？週5ぐらいですね。おー、やべえ。週5で一応、はい。まあ、何回か世界的な大会にも出てた MMA の方ですとか、はい。あと、まあ、元プロボクサーの方とか、トレーナーについていただいて、はい。で、セコンドの方も一応、まあ、プロの方がついていただきますね。おー。はい。どうですか？意気込みは。意気込みです意か？気込みをぜひ。そうっすね。まあ、ぶっちゃけで言うと、はい。まあ、ドレさんは20年の格闘技経験、はい。そして身長体重差もあるので、はい。ですので、まあ、大きい相手を倒しに行くっていうのはすごい、むワず、クワクしますね。おはあ、い。いいぶっちコゃけ。メントありがとうございます。おいいですはい。ね。もうドレさんは今放送してるんで何言っても構わないですから。バンバン言ってください。ですので、多はい。分、ドレさんって、まあさっきなんか僕もパンチドランカーかよって、いや僕まだ15、寝起き15分だよみたいな感じだったんですけど、そうっすね。ドレさん結構ホワッとしてますけど、多分リングに上がると目つき変わるだろうなっていうのはすごく思うんですよ。超怖いっす。人を殺す目をします。僕一回向き合ったことあるんですけど、ドレさんどんな顔するかっていうと、笑うんです、あの人。目は人を殺す目をして、口角上がるんですよ。あれは、バトルジャンキーです。多分3人ぐらい人殺 した目にはい、なるんでしょうはい。ね。多分、リングの上で殺してます、あれは。何人かやってたます。だ、僕これ言っていいのかお、聞きたい、な。聞きたい。ドレさんは、はい。まあ、インファイターじゃないんで、はい、アウトボクサーの。はい。もう分かってるんで、そこは。おー。あ、いいっすね、いいっすね。はい。で、まあ、ドレさんがアウトってことは、はい。イコール、僕もともと、インファイトなんですよ。じゃあ、噛み合うじゃないですか、めちゃめちゃ、試合噛みと。合うんですめちゃめちゃ面よ。白くなるじゃないですか。そうな俺、んですみやびさんもよ。アウトだと思ってたんですよ。違います、僕、インで入ってきますよ。超面白くなってきた。ドレさんは、はい。インもアウトもできるけど、基本的に距離測るタイプですね。もう自ええ、分のジャブ距離で。で、かわしていくタイプなんで、ドレさんは。それはもう、何回か、和道さんですとか、太郎さんの、あれを見て、僕も、あ、このパターンねっていうのは。超絶テクニシャンですね、あの人は。はい、ただ、そうなんです。ハンドスピードがマジでフェザー級並みにありますよ。本当にジャブのスピードは恐ろしく速いんで、びっくりすると思います。化け物みたいに速いですよ、本当に。
まあ、敵に塩を送るわけではないんですが、そうですね、まあ、ドレさん、もうちょっとガード上げた方がいいですよっていう。あ、フリッ総合、カー。総合格闘技の、腕の位置じゃまずいんじゃないですか、みたいな。いや、ドレさん、総合でもあのタイプ珍しいらしくて、なんか、もともとボクサーだったらしいんですよ。一番最初は。で、そう、デトロイトスタイルが流行ってて、もうそれで癖ついちゃったからああなったらしいですね。そうですなるほか。ど。ガードを上げまあ、とけと。ちなみにまだドレさんはもう20年ですしね、僕はまだ1年ですから。え、みやびさんって前やってたんじゃないですか？前からずっいえ、と。1年ですよ。あ、1年なんですか？キック。はい。はい、そうです。やべえ、面白くなってきた。やべえ、インファイトとアウトファイトもバッチバチ見れるんですね。そうなんですよ。おー、すげえもうな。だいぶもうあれですよ。で、僕もこの間、軽く、あれですね、トレーニングの公開スパーとかもやりましたし。キャスに残ってます？録画。いや、それは残しません。残すな、いや、残してよ、そこは配信しちゃうそれと。はまずいでしょう。ええ、見たいっすもん。見たいっすもん。まあ、でも研究されちゃいますからね。そうですね。あと、ツイッターに残ってるのは、この3月、4月で、肋骨がひび入ったぐらいのやつが残ってるぐらいですかね。大丈夫なんですか？くっつきました？ まだくっついてないです。僕も、すね、剥離骨折してるし、小指バッチリ折れちゃって。やっぱ、怪我つきもんすよね。そうですよね。怪我とやっぱり怪我をするとストレスが溜まって、で、試合はもう日にちがないってなると、もう、なんで俺はこんな痛い思いをしてまで戦うんだって思っちゃいますよ思いね。ますよね。だんだん敵に対して殺意湧いてきますよね。本当そう、すべてに対してですよね。もう胸は痛えわ、練習できねえわ、セックスできねえわって、どうすんだ俺みたいな。もう、きついっすよね。セックスも禁止してるんですか？そうそう、左手の手首の方もちょっといっちゃってるんで、で、僕、まあ、セックスはもちろん体痛くてできませんし、一人遊びも、左手の手首がいっちゃってるんでできませんし、やっぱ、王 じゃないですいよ。や、僕、すべてに対して全然モンモセッンでクすスよ。してるんですけど やっぱしない方がいいんですかね？なんかダメ試な合のかの1週間前は、やはり闘争本能を高めるために、しない方がいいみたいですね。あ、じゃあ僕もオナ禁します。セックス禁止します。そこ？みたいな。もう毎晩してます、僕。のんちゃんと、彼女と。逆にどうですか？ワードさんは仕上がりは。体重もちろん落とさないとなっていう、なんかもう女の子みたいな感じです。ああ、そうっすか。あと、僕8は、キロええ。落とします。70キロで挑みます。テクニック的にはどうですか？テクニック的には僕だってズブのド素人ですもん。パンチの、本当ですか？本当ですよ。何にも教わったことなくて、捨て頃決まってからドルさんに教えてくださいって言って、教えてもらい始めたんで。それじゃすごいですね。で、僕みたいなもんがいいのはなんですけど。ナオタクさんとかが、ワドさん勉強行きませんって言って、地下格闘技連れて行っていただいたりとか、もう、なんかそういう感じなんで、僕は全然ですよ。そうですか。でも緊張し僕ますよはあれね。ですね。はい、どうぞ。すいません。300人の前で殴り合うって初めての経験なんで。はい。リング、そうですあれ、ね。試合したことあるんですか？宮部さんは。僕ですか？夜の試合はありますけど、格闘技の試合はもちろんないですよ。あ、そう。夜の試合がよくわかんないですけど あ、じゃあもう、バッチリなんだ。自信満々ですね。いいですね。いやー、もう根拠のない自信しかないですね。自信がなかったらもう何もないですから、実力がないですから。あれ、セブンさんと一緒に練習してるって噂、本当なんですか？そうですね、はい。セブン君と練習もしましたし、あと、今月の14日ですかね。太郎さんとセブン君と3人で合流して、まあ、うちの方のジムの方を借りて、スパーとかも合同練ある。習やるんじゃないですかね、軽めに。はい。あ、それ絶対見ます。は絶い。対見ます。日曜日の、午後1時ぐらいからの予定はしてます。はい。最後に得意技を教えてください。俺のここを見とけよ、みたいな。その捨て頃来る、おげ、あれ あれ切られたんだけど あれ切られたんだけど あれ得意技を教えてくんないの？切るの絶妙にうまいでしょ、今 切れたのか？
あ、すいません。申し訳ないです。いえいえ。はい。最後に得意技ですか？最後に俺のここを見ろみたいなのを教えていただきたいですね。そうですね。はい。最後に、はい、ここを見ろ、うん、この技は必見みたいなのあります？見どころ。僕の最後の見どころですか？はい。それは一つです。なんですか？もう、バチッとじゃあ言わせていただいていいですか？あ、お願いします。はい。和藤さん、リスナーさん、そして、こちらのふわっちに、いられる方々、皆さん、朝からおはようございます。沢口洋さんが喋って申し訳ございませんでした。6.10、みやびのここを見てくれっていうこと、では、言わせていただきます。じゃあ、みやびさんの得意技まで、3322321、お願いします。モノマネ。さよなら。モノマネかよ。モノマネかよ。モノマネかい。なんだモノマネって。させねえよ。させねえよ。何モノマネしようとしてんだ。今モノマネしようとしただろ。させねえよ。させるか。させるか。いやさせないよ。そんな面白く、そんな人気者にはさせねえよ。ショートコントなんかさせてたまるか。させねえよ、モノマネなんか。面白おかしくするか。あ、ありがとうございます、みやびさん。ああ、でも、すごいな。俺、ドレさんと戦うっていうマッチメイク決まったら俺逃げるもん。ありとあらゆる言い訳をして俺だったら逃げるもん。やっぱ、あれだね、格闘技普段やってる人強いんだわ、気持ちが。みやびさんの練習楽しみだな、絶対見よう、キャスで。なんか、便所太郎さん、セブンさんと合同でやるんだって、14日。みんな見よう。どうなるんだろうな。でも、インファイトとアウトファイターつうか、その、テクニシャン系じゃん。ドレさん間違いなく。俺、バッチバチに行くタイプじゃないっていうの分かってるから、ドレさんが。もう、なんか、何、トキみたいな感じなんだよ、ドレさんって。もう、相手の距離感とかをこう、見ながら、1ラウンド、そう、様子見るタイプなの分かってるから。そこでしょ。これ面白くなるわ。インファイター大好きだからな。あ、じゃあ、みやびさんにドレさんの弱点教えるの忘れてました。あ、みやびさん聞いてたら伝えておきます。ドレさんの弱点言います。女を口説くのが超下手です、ドレさん。ドレさんは女を口説くのが超下手です。本当に。引くぐらい下手です。もうそこ、すごい、つけるんで。試合始まったら耳打ちして、ボソボソっと、女も口説けねえのかよって言ってやってください。女口説けねえのかよって言ったらもうバッチバチ火つくと思うんで。はい。はい。それで、まず動揺させましょう。リングでこう、こう受けてるときに、ノーバッティングとか、ノーなんとかとか言ってるときに、おい、女も口説けねえらしいなドレスさんブチ切れますから。1ラウンド目から前に出ますから。ドレさん、打ち合いどうなんだろうね。俺もしないと思うな。技術があるからね。わかんねえよ、でも。気合入ってるからね、ドレさん。なんかもう、なんか今が最高の仕上がりって言ってたからね。なんか、しかも、なんか昨日ピークを迎えちゃったらしくね。これちょっと面白かったんだよね。俺昨日仕上がっちゃってよって。じゃあ今日か。今日仕上がっちゃってよって。もう一回落とさねえと。って。俺はどの対戦相手が一番注目してる？あ、対戦が？対戦で一番注目してるのは、だからドレさんとなんだけど、俺はちょっと心配なのが、ドレさんとヒカルくんどっちかなんだよ。で、ヒカルくんがね、やっぱりね、今のままじゃ勝てないっていう風に言われてんの。その、ヒカルくん強いんだよ。で、スタミナもあるの。だけど、格闘技やってる人ほど危ないっていうのは、その、2割ぐらいとか1割ぐらいの可能性って言われてんのね。でも俺はヒカルくんに絶対勝ってもらいたいから。だから、ドレさんの試合とヒカルくんの試合だよ。俺は3人で、メダル取ろうって言ってるから。
だと思うよ。ヒカルくんは、花火ありがとうございます。そうっすね、そうっすね。最高のイベントにしましょう。ぜひぜひ。いいファイトを楽しみにしてますよ。だから、正直ね、セブンさん弱くないんだよ。正直言うと。バカみたいに強いとかじゃなくて、キャリアが違うのよ。格闘技の。空手をずっとやってたっていうのもあるし、ヒカル君すっごいいいよ、素材は。一発ってどういうこと？ドレさんは違うの？目もいいし、反射神経もいいし、テクニックを持ってるから、打ち合いするっていうのは、ある意味、賭けなのね。要は、用意ドンって言うんだけど、同じ力量、同じパワー、同じスピードを持って、用意ドンで賭け事になっちゃうのよ。要は、五分五分に持ってく作戦じゃん。要は、なんつうんだろう、インファイターっつうのは、やられる可能性を覚悟しながら行くのよ。だから打たれ強さを持ってたりとか、そう、俺の方がパワーに自信がある、回転力に自信がある、コンビネーション。要は俺の方がフィジカルもメンタルも強えって言って突っ込んでいくのよ。で、ドレさんはそういう戦法嫌いなの、そもそも。要は試合運びであったりとか、絶対的、その有利にメイクしていきながら、要は、なんつうの、相手の体力とかを削って足ぶっ壊してとか、ガードを下げて攻めるっていう、もうその、なんつうの、王道だよね。その、ゲームメイクの仕方を知ってるから、最初からいきなりバンって行くイメージは全くない。絶対行かないって断言できる。もし行ったら、ドレさんは本気だよ。高ぶってるってことだよ。だから、なんかね、よく、インに入らないとっていう理屈もわかるんだけど、インファイトってすごい危険なんだよ、ある意味。もう、ひっくり返されちゃう可能性なんで、一発もらって。だ、その勇気がある戦法とも言えるし、今日つく戦法でもあるから、そう。打ち合うっていうよりも、いなすタイプなんだよね、やっぱり。で、弱点を思いっきりバチンって決め込むタイプだから。ある意味正解なんだよ、格闘技としては。要は、用意ドンしないってこと。でも、用意ドンするっていうタイプっていうのは、だからもう、自分に自信があって、練習量とかに自信があって、打ち合っても負けねえよって、もう、KO を倒しにいきなり行くってことでしょ。もうだから、なんつうんだろう。潔いよね。俺の方が強えっていう。でも、インファイト難しいよ。わかんないけど。わけわかんないもん。もうくっついてる、どこにいんのかわかんなくなるの。本当に。ヒカル君も俺も、中距離だとジャブ打ったり、打ち合ったりとか、蹴り入れ合ったりとかできるんだけど、至近距離になった瞬間、なんか猫パンチに変わるんだよ、本当。どう殴っていいかわかんないから。なんか、ショートフックとか、ショートアッパーとか言うけど、あんな、なんつうんだろう、ここに顔がある前提で打たないといけないから。ああ、辰彦さん、もう思いっきりバッチバチですよね。わかる。辰彦さんは、ノーガード戦法見たりとか、顔の、ここの腫れ方とか見て、あ、この人も思いっきりファイターだっていう。被弾覚悟で突っ込んでくるタイプで、ねじ伏せるタイプだっていう。俺ね、ボクシングルールだったら実はインファイトやりたかったの。でもね、キックボクシングでインファイト、嫌だ。怖え、本当に。でも、変にミドルレンジにいて、蹴りもらうよりも、全然、インファイトの方が、実は覚えたら安全なのかもしんない。いやー楽しみだな。でもアウトボックスっていうかさ、距離取ってって絶対面白くないもんね。これ見応えのあるのに変わったんじゃん。もちろん見応えあるの前提だったけど、さらに魅力増したでしょ。ていうか、俺、ちょっとドレさんにな、第4試合取られたかんな。俺、本当は第4試合俺だったのにさ、第2試合ドレさんだったのにさ、入れ替わっちゃったから、ちょっと悔しいんだよね。セミファイナル俺だったのによ。まあ、しょうがねえよな。セミファイナル取られたかんね。
オープニングに回されたよ。俺も温まってるところでやりたかったんだけど、温め役かよ。くそ。てるちゃんビンのせいだかんな。お前練習しろや。悔しいぜ。取られたぜ。まあでもね、見応えある試合絶対ドレさんの方があるから、そこはまあいいかなと思ってるけど。ドレさんの試合は高等技術いっぱい見れるから面白いと思うよ。多分あの試合の中で本格的な格闘技見れるのは、みやびさんとドレさんだと思ってる、俺は。で、本当に喧嘩ファイトが見れるのは、ヒカルくんだよ。うん。で、公開殺人が見れるのは俺の試合だから。俺の試合は殺人だから。ほんと事故起こすから。もうほんとニュース沙汰になるから。俺の試合は第2試合でみんなドン引きさせるから。あ、死んでるって。あれ死んだんじゃないって。首がこっちの方向くから。青山の。首が、もう向こう側向くから。あれって。あれなんか死んでるでしょつって。うん。いや、公開殺人だよ。だって合法的に殺せんだから。うん。はっきり言って俺は試合で勝つとかじゃないから。本当の神回起こしてやろうと思ってるから。うん。そんなの止めなかったらレフェリーとプロモーターが悪い。うん。そう。早めにタオル投げろよ、セコンド。死ぬかんな。ちなみに俺のセコンドにはタオル渡さねえから。マジでドン引きして大荒れするぐらいの試合見せてやるから。みんなが引くぐらいやるから。引くぐらいやる。まあ、運が良ければ骨折とかで済むんぞい。額ばっくりとか、顔面ぐちゃぐちゃとかで済むんぞい。うん、よしさんまた来てね。風船ありがとう、200個。うん。そうそう。え？ってやっちゃうの？っていう。石川のりゆきさんのあのおしゃべりモンスターの喋り止めてやるから。あって言わせるから。いや、思いっきり声出してください、ほんと。頼みますよ。ボクシング界イニシエのブロー、デンプシーロール見せますから。まさかのキックボクシングルールでデンプシーロール出すんで。頼みますよ、ほんと。2試合目だから、1試合目の金梅さんから盛り上げておかないと。2試合目辛いぞ。でも MVP 取る気なんだよ、僕。公開殺人で MVP 取るんで。ボッコボコにします、もう。ボッコボコに。もう、グーの根も出ないくらいにボコボコにしてやろうと思ってます。うらーつって、うらーうらーうらもうドンフライか、お前は。ボコボコにしてますよ。第2試合熱くねえわ。第4試合だったんだぜ、レクチ。超温まってる。セミセミファイナルか。ドレさんに取られちゃったよ。みやびさんと。対戦相手が弱えから。ふざけんじゃねえよ。マジなぁ。くそ。ちょっとジュース取ってくるわ。え？覚醒ゲロ道張りに相手瞬殺していくスタイル。覚醒ゲロ道は俺は嫌いだから、あいつ。ハンマーなおだろ。ハンマーなお顔変わりすぎて笑うんだけど、何回見ても。あ、初めの一歩のキャラクターなんだよ。ゲロ道。ジュース入れるわ。しまって。Thank you.
ょっとプロテインも入れるから待ってて。いや、楽しくなってきたね。試合1ヶ月前。でもさ、こんなに3ヶ月も引っ張ってて、まださ、みんな楽しみにしてるイベントってすごくない？みんな楽しみにしてるじゃん。3ヶ月前告知でこれはすごいよね。勝ったらのんちゃんにメダルかけるよ。乗り子ーつ乗り子ーつ。本番の強さ見せてやるよ。俺が配信者っていう生き物を見せてやるから。楽しみだな。チケット買わなかったやつを後悔させてやる。あれを生で見なかったっていうことを後悔させるぐらいの超名試合してやる。後世に語り継がれる。俺、青山に勝ったらヒクソン・グレイシー指名するから。あ、お疲れ様です、ナオタクさん。俺、青山に勝ったら、もうマイクパフォーマイクください、つってヒクソン・グレイシー出てこいって言うから。ヒクソン、出てこいこの野郎、つって。うん、俺とやろう、ヒクソンつって。大きく出たーって。和道が大きく出たよーって。絶対相手にしないっていう。ヒクソンこの野郎つていや、殺そう。青山には俺の犠牲になってもらうから。なあ、粉っぽ。オレンジジュースにプロテイン混ぜてる、俺は。
オレンジジュースだよ。グレープフルーツかオレンジジュース。ビタミン取らないとと思って。糖分はだから、あの、オレンジジュースから取ってるから。でも顔シュッとしたでしょ。サバスのダイエットプロテインとアミノ酸、サバスの、あの、分解してるアミノ酸バージョンのプロテイン混ぜて。で、オレンジジュース。トロピカーナ。248円。俺ぐらいの成功した配信者になると、あれだから、紙パックの 500ml じゃねえから。ああ、この野郎。750ml のトロピカーナ248円だよ。俺なんて言ったって成功者だから。配信で月収15万だ、この野郎。ああ。配信で月収15万の超成功者だからよ。その辺の雑魚と一緒にしたいで。月収15万だぞ、この野郎。なめんなよ。超勝ち組だから、俺。配信会で。トップ上位 3% にいるから。トロピカーナ飲めるから、俺クラスになると。早く俺みたいになれよ、仮想配信者ども。トロピカーナ飲めるんだぞ。4年目にもなると。捨て頃の選手にまでなるとトロピカーナ飲めるから。トロピカーナ飲みてえだろ。つぶつぶが超ジューシーだよ。俺もここにトロピカーナ飲めるまで長かったかな。まだね、仮想配信者にはね、アクティブ10とかの奴らにはトロピカーナ飲む資格ねえから。ていうかね、ぶっちゃけた話すると俺ボクシングスタイルでやりたい。俺キックボクシング実はあんま好きじゃないんだよ。総合も大嫌いの。本当はボクサーが やりたくて、もし次声かかったらボクシングスタイルでやらせてもらう。パンチだけでやりたい。蹴り難しい。なんか出てきた。なんでオレンジジュースとさ、サプリメント混ぜただけなのに固形物が出てくんの。超怖えわ。ショーゴって配信者？はいはいはい。うん。ショーゴ。お気に入り？どうした？ショーゴが。石野みたいに喋らないで煽ってくタイプなんだ。嫌いじゃないの？そういうタイプ。そういうタイプ好きなの？苦手だと思ってたわ。昨日女と揉めて警察叩いたって笑った。いやー、やっぱニコニコ出身はそういうの好きなの。なんだかんで言ってそういうの好きだから。今日何やろうかな。ワン太郎は歌舞伎の闇に飲まれてた。なんかあったの？全然わかんない、ワン太郎。
何？絡まれたとか？なんだろう。なんかあったの？おはよう。おはようございます。気持ちいい朝だね。おはよう。女と揉めて警察だとか、男としてはクソかっこ悪いけどな。早く辰彦さんとやりたいんだよ、俺は。強くなったのを見てもらいたいんだよ、辰彦さんに。俺を育ててくれた辰彦さんに恩返しできるのは強くなることだけだから。いや、走り込まないでください。僕のハードルが上がるんでやめてください。あ、財布落としてたのさっき聞いた。でも5000円しか入ってなかったらしいよ。50万銀行に入れてたからなんとかなったって。よかったよ。あいつさ、本気で半年間真面目に働いてたから、かわいそうとか思って、いくらなんでもかわいそうすぎるわと。スタミナっていうか、僕、技術を見てもらいたいんですよ。やっぱり自信がついたのは、前に、後ろに下がる癖がなくなったっていうことと、要は、被弾が怖くなくなったんですよ。ドレさんが最初に言ってた、なんつうんだろう、パンチが重たい人でも、前に出るっていう、プレッシャーかけるっていうことと、下がらなくなったってことと、あと、技術が変わったんですよ。正直言ったら、ジャブ以外ないじゃないですか、僕。ジャブは飛んできて、うぜえなって感じじゃないですか。ああいう技が増えたんですよ。自分の自信のある技は。まだまだですけど、あの時より強くなってるんですよ。時間結構経ってるから。サウザー、あのさ、なだぎ、なぎだだっけ？なだぎだっけ？芸人いるじゃん。あいつのサウザーのモノマネ超面白いよ。あれ、一回見てみて、YouTube で。お、高橋由伸さんいらっしゃい。サムネ変えたんだ。超笑った。あいつ面白いよな。友近と付き合ってる時点で面白いもん。あれ笑うよね。なだぎのサウザー。整形外科行ってらっしゃい。頑張って。あれ笑うよね。久々笑ったもん。こいつバカだなと思って。またねー。はいはい。でもそろそろユニフォームとか買わねえとな、マジで。サンドバッグ蹴りてサンドバッグ超蹴りてやろっかな。
筋肉痛取れるまで練習できねえし。ほんと自分の体弱えなって思うよ。マジ運動神経いいやつ羨ましいんだよね、子供の頃から。だから俺スポーツディスよくするけど、スポーツ嫌いのはそこなんだよ。笑うでしょあれ。俺久々によくできたコントだなと思って、あれは笑った、うん、なんかちゃんとあのフジテレビ入ってくるときに、あのなんつうの、奴隷を引き連れてくるところがすげえいいと思って、あれ細かいところが笑うし、サウザーっていう、ケンシロウとかさ、ラオウとかはやりがちじゃん。で、つまらないじゃん。やっぱね、サウザーをチョイスするところが分かってるんだよ、あいつ。うん、俺、ナタギは結構プランナインだよね。プランナインの頃から、こいつは、構成作家っていうか、そのネタ作ってるなって分かったから。うん、あいつは結構好きなんだよ。俺がね、好きなね、芸人はね、バカリズムとかなんだよ。バカリズムとか、あと劇団一人の、もうほんと全盛期とか超面白かった。劇団一人が体張ってる頃はね、マジで面白い。売れてからはそんな好きじゃないんだけど、昔の、あれだよ、劇団一人の体の張り方えげつなくて、なんか極楽とんぼの深夜番組かなんかで、名前忘れちゃったんだけど、なんかね、その、もう、やられキャラみたいな感じで売り出してたんだよ、テレビ出始め。シチンブイブイだっけ、わかんないけど。それで、なんか劇団一人が超若手でデビューしてて、加藤さんとか山本とかにいじられまくってんの。で、そしたらある日、なんかレポーターみたいな、外ロケみたいな感じで、なんか、今からタトゥー入れますとか言い始めて、はぁみたいになってみんな、今からタトゥー入れますわとか言って、で、なんか堀氏のところ行って、なんか、入れますよ入れますよとか言って、もう止めてんの。その、ワイプ側は、おい何やってんだ、やめろやめろみたいな。おい芸人だろみたいな。タトゥーなんか取り出しつかねえぞみたいなって。で、ウィーンとか言って、バチって当たった瞬間に、痛い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 とか言って、飛び跳ねて、やめてやめてつって、大泣きしたの。その瞬間に、ガンガン泣き始めて本気で、その時から劇団一人泣き芸が始まったの。それが始まりなの、泣き芸の。で、いきなりボロボロ泣き始めて、なんでお前こんなことやろうと思ったのって加藤がポカーンとしたの聞いたら、だってとか言って、加藤さんとか言って、加藤さんこれくらい体張らないと笑ってくれないじゃないですかとか言って号泣してて、こいつやべえとか思って、こいつ本当に面白いと思ってさ。あー、土田っていうか俺がよく言われるのは品川っぽいって言われる。そう、嫌われ方とか、うんちくの垂れ方とか、もう芸風が品川っぽいって言われる。で、土田っぽいのはわかるんだけど、そのうんちくの垂れ方とか、キャラ的には多分品川が一番近いと思うよ。その映画撮りたいとか言ってんのも丸かぶりだし。なんか意識高い系も丸かぶりじゃん。うん、だから、品川っていうのはしっくりくる。うん、いや、笑うぜ、ほんと。あの頃の芸人の体の張り方異常だからな。あれは面白かった。タトゥー入れても面白かったし、入れらんないヘタレっぷりも面白かったんだよ。もう腹抱えて笑ったもん、あれ。うん、極楽も無茶させるなぁ、みたいな。バカリズムは天才だよな。バカリズムはほんと天才。あいつはもう頭おかしいよ。お笑いモンスターだよ、ほんとに。やっぱね、ピン芸人が好きなんだよね。ピン芸人って難しいんだよ。笑いの構成が。ピン芸人が好き。あと俺思うんだけど、あー、中川家の全盛期の漫才は好きだったけど、なんか、兄貴の弟か、弟の方がね、ちょっと嫌だったんだよね。俺、兄貴のちっこい方はね、いいと思ってたんだけど、頼りすぎ、ちょっと。その、前に出すぎな感じが嫌だった。中川家はコント、漫才だね。漫才めちゃめちゃうまいんだけど、ちょっと苦手な芸風。うん、バカリズムはコンビだったのかな？でも、俺はずっとピンの印象だけど。トツギーノだね。
トツギーノ、知らない？トツギーノ分かんなかったらバカリズムは分かんないよ。トツギーノが一番有名だから。なんだか分かんないけど、紙芝居コントやるんだけど、嫁ぐんだよ。なんか知んないけど、嫁ぐんだよ、急激に。あのね、嫁ぐタイミングが絶妙なんだよ。もうここしかないっていう場面、いきなり嫁ぐんだよ。あれは嫁ぎのは好きだったね。あと、荒引き団好きだったかな。なんかね、俺ね、最近ムカつくのが、中山筋肉は面白いってずっと言ってたのよ、初期の頃から。マグマスパゲッティの下りとかめちゃめちゃ面白いのに、最近なんか、最近になってようやく、あれ筋肉面白いんじゃないみたいになってきたのがムカつくの。遅えよって。5年前から面白かったわっていう。5、6年前からもうずっと面白かったわ、筋肉は。筋肉留学とかめちゃめちゃ面白いじゃん。だから、なんかね、一回つまらないレッテル貼られちゃうと、その芸人さん特有の、なんかね、ちょっとつまら、素人とか女の子はね、つまらない風潮に飲まれるんだよ。本当の面白さわかんねえんだよ。筋肉は前から面白かったわ。そう。筋肉、そう、アメリカ留学、超面白い。筋肉留学、超面白いよね。なんか再評価が遅すぎるっていうか、俺だけど芸人でやっぱすげえなと思うのは有吉だけどね。有吉何がすごいかっていうと、ネタを一つも持ってないんだよ。やばいでしょ。あとブランクで、あのブランクで復活できるってすごいよ。天国2回見た男だからね。一回地獄の底まで落ちたのに天国2回見たらすごい、本当に。しかもネタを持ってないのに芸人として超特殊なんだよ。ロンドンブーツとかもすごいよね。だから、アツシの和芸だけで登ってったって。深夜番組の頃のロンドンブーツ超面白かったからね。ゴールデン行く前のロンドンブーツの、アツシのトークテクニック超やばくて。ガサ入れとか超毎日見たよ。ガサ入れ面白くなかった？一番初期の、深夜番組だったガサ入れ。こいつやべえな、みたいな。女の子ね、トラップにどんどん仕掛けてくるの、トークで。どんどんべしゃっちゃうの。月中見る。月中ってなんだろう。小松さんいらっしゃい。でもまあ、松本人志。松本人志がね、偉大すぎるよ、本当に。良くも悪くも松本人志が特殊すぎるんだよ。ガサ入れ最高だったよね。もう笑うよね、あんなの。赤い髪の頃のね、あつし、イケイケだったし、あ、こいつモテるなってわかるもん。女の子をね、メロメロにさせるし、面白いんだよ、とにかく。りょうはデクノボーだったけど、またりょうのキャラもいいんだよ。なんか隣にいるだけっていう、本当に。顔がいいやつっていう、ただの。邪魔しなくてよかったんだよ、すごい。深夜番組面白かったなぁ、テレビ。あ、テレビつまんないとか言うやつ、俺頭おかしいなと思って、何見てたのみたいな。電波少年とかめちゃめちゃ面白かったし、ゴッツもガキツカも面白かったし、ガサ入れも面白かったし、面白い番組めちゃめちゃあったからね、昔。だからテレビつまんねえって言ってるやつはね、面白い制作者の番組見てねえんだよ。トゥナイトの監督コーナーとか狂ってたかんね。おっぱい普通に出てたかんね。昔超面白かったよね、俺らの世代ね。アンズさんね。マネーの虎とかもね、もう神番組じゃん。超いい番組いっぱいあったよ。と、やっぱね、尖ったね、編集とかね、尖ったね、クリエイターが作ってるのは面白いよ。そう、面白い番組いっぱいあったよ、本当に。今テレビクソだもん、本当に。テレビつけて、ラブホとかでテレビつけたけど、もうクソだったよ、本当に。おばあちゃん向けにしか作ってないのよ。本当に、ガンがどうとか、アルツハイマーがどうとか、補正下着とか、ジジイババアにしか、保険がいくらとか。
すげえな、みたいな。ここまで偏るっていう。これは若いものはつまんねえって言うわって。若いものが見ても面白い要素が一つもないんだもんだって。本当におじいちゃんおばあちゃんに作ってるから、これ無理だわ、と思って。見られない。見る気が起こらない、本当に。もう本当にダメ。きついよね。ジジイババアのクオリティだから、に向けて作ってるから。まあ、しょうがないんだけど。だから、マーケティングで段階の世代、要は人口のボリュームが一番多いところで流行ったものって、全部、ブームってあるじゃん。全部そこに段階の世代に落とし込んでんの、マーケットって。すごいよ。マーケットの研究すると面白いよ。段階の世代のあのボリュームが多かった子供の頃は子供料品だけすごい売れて、とか。まあ、俺ら配信者はだから隙間ができたんだけど。でもね、なんか10年後、20年後とかにさ、言われたいよね。お前、ロアコ事件知らねえのかよとかね。お前、ワドーがベロチューしたんだぞとかさ。お前、モリドン知らねえのとかさ。お前、バール見てねえのかよとか言われたいよね。キッズにね。お前、あの頃のワドーさんやばかったからよとか。マジイケイケだったからとかさ。言われたくないキッズに。今のテレビってクイズ番組ありきなのがつまらなくさせてる要因。違うよ。年寄り向けに全部作ってるからだよ。俺らが面白いと思う番組がないんだよ。年齢的に。テレビ、アニメ見、以外ね。配信の方がね、リアル、俺はね、よくリアル、リアルって言われるんだけど、あのね、リアルなものはつまらないよ。やっぱりね、そのね、受ける配信って、あの、ネタっぽいっていうかね、持ってる配信なんだよ。だからね、その、リアルだから面白いっていうのはね、ちょっとね、俺はね、違うんだよなっていう。あの、緑さんがそこうまい。あの、リアルなのか、リアルっぽく見せてるけど、実はすごい作り込まれて計算されてんのね。ああいうのって。で、神回ってやっぱそういうもんだよ。あ、でもね、神回は、その、すっごい緻密に作り上げられた空気感と台本を、なんかね、トラブルでぶっ壊れる瞬間があるの。やりすぎてぶっ壊れる瞬間があって、そこが面白いね。神回はだからまあリアルだよね。そうね、なんか台本的に面白くしようとしてんのに誰かがぶっ壊す瞬間があるんだよ。大会ですか？はい。大会はですね、6月の10日、新木場ファーストリング土曜日ですね。ぜひ。絶対チェックしてください。免除太郎さんのツイキャスで放送されます。後日、僕も放送します。あれだよ、捨て頃来る人みんなビデオカメラで撮影してよ。ビデオカメラで撮影しないと、素材撮れないから。みんなビデオカメラ買ってね。俺の放送映して、いろんな角度から。俺が編集するから。まあネットでテレビ番組見れるしね、でも俺はなんかテレビつまんないっていう風潮は違うって思ってる。昔の映画とか、映画今クソじゃん。本当に邦画なんて見るもんないんだよ。本当にないんだけど、昔の監督とか面白いもん。本当に狂ってるなっていう。伊丹十三監督とか面白いかんね、普通に。あのね、予算の問題じゃないんだよ。キャスティングの問題なんだよ。日本の映画。もうずーっと言ってるけど。オーディション形式じゃなくて、キャスティングありきで映画組んでるからおかしくなんだよ。オーディションしろや。うん。なんか AKB とかの演技なんか誰が見てんだよ。スマップとかさ。木村拓哉の演技なんか限界だよ、もう。藤原竜也とかさ。なんで俺こうやってつって。またこれかよ、みたいな。ショーパン踏みつけありですか？なしです。なしです。ジャニータレはもうダメよ。演技上手い人もいるよ。だけど、俺はジャニーズタレントが許されるのは世にも奇妙な物語までって決めてんの。世にも奇妙な物語ぐらいカッチカチに作り込んだのだったらいいよ。もう、許すよ。ジャニータレでいいよ。正直。だけどもう映画には来ないでほしい。あの、アメリカって映画のタレントとテレビのタレント、本当に切り分けられてんの。映画もテレビも出るって人いないでしょ。ドラマも出て、映画もやるって俳優絶対いないのよ。
だけどね、日本はダメだわ、本当に。いい映画作ろうっていうね、もうダメ。監督がそういう気がないの。もうお金のためにやってるから。松田優作が全盛期の頃映画ほんと狂って、面白いよ。最高だよ。だってあの人たちなんか面白い映画撮るために命かけてんだから。ラオさんおはよう。だからもうクリエイターとしてダメなんだよ。クリエイターじゃないんだよ。商売人ばっかりなんだよ。商売人は絶対面白いもん作れないから。要は商売人を騙して、クリエイターが金引っ張って、詐欺的に面白いものを作るんだよ。こんなのやれ、作れって言ってねえだろって怒られてなんぼなんだから。クリエイターなんか。それでユーザーを楽しませるユーザー側の味方なんだよ。こんなの見てんだろうって。昔の役者オーラ半端ないよね。勝新太郎とか、だってさ、勝新太郎なんかこんな顔してんだよ、もう。すごいでしょ。こんな顔だよ。ありえねえよ、あの顔。勝新太郎のあの拳銃撃つエピソード大好きなんだよね。拳銃撃って捕まったエピソード。似てるだろう。アニメ原作の映画が増えてきてる時点で脚本の能力の低下が伺える。なあ、もう表現したいのなんかないんだよ。あと、その原作売れてますよっていうと金が下りやすいっていう、もう全部金なの。誰も求めてねえよ、原作クラッシュなんか。もうひどいよ、本当に。ダメだよ。でも本当にあれだけど、下手な芸能人より配信者最近オーラあるよ。本当に。修羅場くぐってるから。芸能人よりオーラほとばしってるやついるよ、配信者でも。もう時代変わったよ。まあ、インターネットの時代だわな、今は。ライトねえのかな。石川紀之とかが一番すごいね、やっぱり。石川紀之のオーラは異常。なんか本当に異常。会うたんびにオーラが増してるの。あれ、顔でかくなりました？みたいな。なんか顔5倍ぐらいにでかくなってませんか？すごいね。今、のり巻きせんべいみたいな感じ。世代もあるけど、仮面ライダーでさえ昔の V3 とかの方がもそれ。V3 見たことねえかんな。生主討論？あ、見てねえわ。総会議は。もう見る気がしない。いや、完璧覇王色の覇気だよね、あいつ。あいつなんか D の名前入ってるでしょ。石川 D 乗り行きでしょ、あいつ。絶対 D 入ってるよね。俺はどちらかというと、見聞色の覇気磨きすぎたパターンだから。夏野に喧嘩売りまくってた誰が？ いや、夏野はね、もうダメだよ、あいつ。もうだから、アイモード作った時点であいつの全盛期終わってるから。なんで終わった経営者を呼び込むんだっていうね。もう夏野大っ嫌いだもん、俺。あいつで笑ったこと一回もないし、あいつがすげえと思ったこと一回もねえよ。あ、石川正解だよ。加藤純一？何やった人か分かんないかな。なんか、分かんないよ。加藤純って人が。名前は知ってるし、顔もイケメンなの分かるけど、なんつうの、俺ら、だから、
畑が違うよね、雑談って言っても。京一郎とかケミーキラーとかなかったことになってるじゃん。すごすぎて。なんか綺麗すぎるんだよ。だからそっちの人でしょみたいな。加藤純一とかって。俺はコロコロもそっち側だと思ってるから。なんか、いい。畑が違うよ。俺はうんこ食う配信者が好きだよ。うんこ食ったりとかさ。なんか、バールで家ぶっ壊される方が好きだ。4つ目本格的に始め出すと配信者と京一郎側のイメージ。あ、っていうかみんな YouTube、お願いします。チャンネル登録。YouTube もよろしくお願いします。そろそろね、俺も YouTube 本格的に、捨て頃終わったら再起動しようと思ってるから。YouTuber としても活動するから。なんか最近そう動画向きのネタとかができてきたから、しばらく配信どっぷりだったけど、ちょっと YouTube も月1本ぐらい上げてこうと思ってるからさ。YouTube のチャンネル登録お願いします。まあ、あのクラスだったら行くでしょう。全然行くと思うよ。俺だってチャンネルのさ、300人しか見てないのに、チャンネルの総アクセス数20万アクセスだよ。こんだけ手抜いてやってんのに。本気出したら行くよ。YouTube はパイがでかいから。配信なんて比じゃないもん。YouTube を知ってる層は。おじいちゃんでも見るんだから。当たったらでっかいよ。不労所得だよ、本当に。当てるまでが大変だけど。韓国とか石川あたりの配信者の録画とか上げるだけでもそこそこ。いや、多分ね、10万ぐらいは撮ってるだろうね、職人さんは。下手したら30万稼げてる人もいると思うよ。しかもさ、そのリスナーさんに負担を与えずさ、無料からお金が生み出てるっていうのは綺麗なんだよ。金が絡むとさ、俺はこんだけ囲ってるのに、こいつ俺の言う通りにならねえみたいな、あるじゃん、正直。あるんだよ。俺は分かってるから。そう。そういうの嫌なんだよ。いろいろ考えてやってんのに、そう。それがね、嫌なんだよ。配信者はほんと助かるよ、動画職人さんがいるのは。だって配信ってめちゃめちゃ時間食うから、動画編集なんかやってたら無理よ。正直。絶対無理だよ。
そんなんできるわけないじゃん。畑が違いすぎるし、5分の動画に10時間ぐらいかかるんだから。まあ、柴田は撮ってるだけだろうけど、それでもネタ考えるのに相当時間使ってるはずだよ。編集って超大変だからね。あと、その不要な部分をカットできるから、面白いハイライトだけができるっていうのがすごい強み。自分の見せたいところとか、ここ面白いだろうみたいなところをガンって5分で押せるっていうのは最大の強みだよ。暑いな、今日。いや、10時間かかってるよ。霧崎英二の動画とか10時間かかるだろうね。撮影、編集、ネタ作りとか全部込みで。5分に命かけてるもん、あいつら。暑いな、蒸すな。もう10時かよ。パチンコ屋開いてんじゃねえかよ。パチ屋行こうかな。俺は実際テレビで壊れて腰つべ配信見て生放送にハマった。ああ、そうなんだ。まあ、王道っちゃ王道だよね。生放送は生放送でね、やっぱりね、YouTuber よりキャラ立ってるんだよ。本質的なタレント力で言ったら生放送はほんと強いよ。最強だと思ってる。そう。だけど編集力がないとね、YouTube は通用しないんだよ。まあ、北斗の拳7もう勝ちすぎてて、もうなんか、ラオウ状態だから、プレミア演出見まくってるから、もう、なんか恐ろしいよね。本当に。本当になんでこんな勝つんだっていう。引いてるもん、俺。死ぬんじゃねえかな。今日行ったらまた勝つよ、多分。間違いなく。バカみたいに勝つんの。23連だよ、昨日。一撃4万発とか夢ありすぎるだろ。でも、20回で、ケンシロウの昇天見たかったけどな。トキの昇天とラオウの昇天、二つ見たかんな。本当に壊れてるなって思った。なんかもう、ジロジロ見られるんだよ。すげえ出るから。沼。いや、だからもう逆に今俺、攻殻機動隊でお祓いをしたいよね。攻殻機動隊に今立ち返りたいよ。あえて。もう撤去されてるかもしんないけど。SSC モード突入やりたいよ。クソ台。あれで10万負けた頃に帰りたいよ。なんかね、勝つと調子が来る。逆に本当に。マジでパチプロの域だもん。勝ち方が。本当に。ただ息抜きで言ってるだけだし、台なんか適当なのに、座って空いてる台しか打ってねえのに。引きつえんだよな。もう何で入る、何で入らない、全部わかる。北斗に関しては。本当だよね。最近仏教語ってないよね、そういえば。でももう何がしたいんだっていうぐらい幅が広すぎるんだよ。客層が固定化されてないよ。全然固定化されてないよ。わちゃわちゃなんだよ。暑いな、今日。めちゃめちゃ暑いよ。なんだ、この蒸し暑さ。宗教枠とかまたやりたいけどね。
パチンコかスロットでベルセルクないな。最近ベルセルクにはまりすぎて身の回りベルセルク。いいじゃん。でもね、ベルセルク、最近のベルセルクはクソで、ベルセルクが良かったのは4巻から13巻まではマジで神漫画だったよ。あれね、明らかに編集がいたんだよ。編集者が最高でシナリオライターつけてたんだよ。もうね、三浦がね、シナリオ書くとクソすぎんの。もう本当に北斗の拳みたいになっちゃうんだよ。だ3巻までダメで、編集が多分ついたんだよ。だからね、食が終わるところまでめちゃめちゃ面白いの。バレーにもわかるでしょ？そこまででしょ？面白いの。食が終わって、もう16巻以降とか読めないよ、まず。痛くて。何がしてんだ、こいつ、みたいな。絵はね、絵はもう抜群にうまいんだけど、シナリオ書く能力がない。で、明らかにシナリオライターがいた、昔。そいつが超優秀だった。あいつ呼び戻せ。あいつ天才だよ。だってベルセルクのキャラデザインなんかいろんなアニメゲームとかにさ、影響を与えてるからね。本当に面白いよ。ガッツ。食からあとはね、明らかにシナリオがぐちゃぐちゃになるんだよね。16巻以降はほんと見れたもんじゃない。本当に。絵はうまいけど、絵は抜群にうまい分もったいない。あの人は明らかに裏にシナリオライターがいたんだよ。だからもうキャスカのキャラ設定とかおかしいもん、本当に。何がしたいんだっていう。てかもうキャスカなんか死んでいいと思ってるから。後編のキャスカは。もうシナリオになって、ストーリーになってないもん。伏線回収とかいうレベルじゃないもん。ゲルってなんだ？ゲルまでは面白かった。ゲルって何？てんてんてんゲルってなんだろう？なんだろう？てんてんてんゲル。食までは本当に綺麗にできてたもんな。なんかあのジャンルがなかったからすごい良かったよ。なんかファンタジーでハマってたもんね。要は食まで。食までだよ、本当に。俺だってグリフィスとさ、ガッツがさ、雪の中でこうやって向かい合うシーン大好きだもんね。あれ超かっこよくなかった？こうやって。ふわーっつって。で、一撃で金、パーンって撃ち落とすシーン。グリフィスが剣折られて、ここにバッチリハマってるシーン。あの時の絶望したグリフィスの顔とかすごい良かったもんね。じゃあな、っつって、カシャって。あれ、超良かったよ。グリフィスは、そのガッツのこと傷つけるつもりなかったんだけど、友達のくだりも良かったしさ。友とは自分と対等の相手であるみたいなこと言ってさ、ガッツが俺友達じゃねえんだ、みたいな。だから旅に出るんだけど。あそこから歯車、どんどん狂っていく感じとかすげえ良かったよ。俺ね、あれが好きだったんで、柔道が好きだったの。笑顔でさよならってわけにいかないってことかって場面。みんな止めてたしね、ガッツも行かなきゃいけなかったんだよ。あれはグリフィスのこと友達だと思ってるから行かなきゃいけない大事なシーンなんだよ。そのガッツが全部狂わせるんだよ。でもあれはガッツが悪いんじゃないの。グリフィスが悪いんだよ。グリフィスの傲慢さから来てるんだよ、あれは。そう、だから鷹の段を潰したのはグリフィスなんだよ。あれはね、お姫様の前であのセリフは絶対言っちゃいけないんだよ。あ、よかったね。時代の歯車になった。絶対語られない英雄になったんだよ、ガッツ。100人殺しとかもね、いいしね。100人殺しじゃない、100人斬りか。あのシーンも好きだったね。あと、俺が好きなのはドラゴン殺しっていう名前だよね。五道がさ、振り寄ったんかーっていうシーン大好き。あるじゃねえかよ、つって。俺向きのやつが、つって。
ダーンって。あれがすごい感動した。あのドラゴン殺しの下りはもう最高だよね。うん、あの、五道の心を踊る瞬間がすごい、五道だっけ？鍛冶屋の親父。振り寄ったんかーそいつをーつって。もう感極まるぞ、あそこ。ワクワクが止まらないよ。今しめのための剣だった。ドラゴン殺せる剣作れ。人間が触れない剣を作ってやったよ。って俺も若かったって言って。ガッツが倉庫から引っ張り出してくるからね。あんなの、あんなの持って歩いてたらね、もう全身ガタガタになるわ、ほんと。ていうか、今頃ベルセルクは遅くねえか。すげえ古い漫画だ。だって俺、小学6年生の時16巻とかだったよ、ベルセルク。なんか今ブラックジャックみたいになっちゃったもんね。ブラックジャックみたいな。グリフィスの奪還前のガッツとキャスカの血は喧嘩で、ガッツが冗談だろ、あのグリフィスだぞってキャスカの剣を握るシーンが割と好き。キャスカ可愛かったしな、うん、キャスカが鷹の弾引いたのも良かったしな、うん、キャスカはかわいそうだよ本当に、うん、本当にキャスカ振り回されすぎだよね、うん、俺は柔道が好きだったよ。キャスカに愛の告白ができなかった柔道がかっこよかったよ。キャスカの胸の中で死んだ柔道が。あいつが一番のヒーローだよ俺の中で。アニメ、もう俺も漫画読まなくなったな。全く読んでねえわ、漫画。出会いたいもんね。これを待ってたっていうか、もう新しいものが見たいの、俺は。全部見たことあるんだよ。絵が綺麗になってくだけなんだよ。違うんだよ。狂った作家を待ってるんだよ、俺は。もうこいつやべえっていう。もう、こいつおかしいっていうやつを待ってるんだよ。もうルールぶっ壊してくるやつが欲しい。もうそろそろ。漫画といえば進撃の巨人。進撃の巨人悪くなかったけど、新しいかって言ったら新しくなかったよ。社会現象にはならないよ。最近のアニメ漫画は。もう狂ってるやつを待ってる。狂ってるやつ。そう。やっぱね、名作って言われてるものって、その時タブーっていうか、その時誰も知らないことをやってるんだよ。エヴァンゲリオンにしかり、何にしかり、アキラにしかり。彼女だよ。うん。おはよう。そういうものがないんだよ、もう、ここ最近。こんなの考えつかなかったわっていうかさ。うん、こんなの待ってたんだよっていう、見たことねえわっていうのが新しい価値なんだよ、うん、背景の描写が綺麗とかそんなの求めてねえわ。スクールデイズ、わかんねえな。もう出すぎてんだろうな。あのね、テラフォーマーズに限って言ったら、俺は今後伸びる作家だと思ってるから、待ってるね。あの、10代なんだよ、確か。テラフォーマーズ。そう、新刊出した時。10代の漫画家なんだよ。だから、あの、後半やっぱ良くなってきてんだよね。テラフォーマーズは育ててるっていうか、応援してる感じだね。僕らのは狂気だよ、あれ。
あれはね、頭おかしい、あの人。うん、僕らのはすげえ衝撃だったね。うん、僕らのは強靭だよね。うん、あの、絵のギャップとすごいよね。うん、頭カラフルっすね。はい、のんちゃんに今、毒持ちトカゲだっけな。なんか、そんなあだ名つけられてる、彼女に。なんだっけ毒トカゲだっけなんだっけのんちゃん。のんちゃん、のんちゃん、元気ない今日。頭痛い？マジかよ。おしゃべりさんいらっしゃい。うん。あ、まあ、デビルマン見たことないけど、まあ、当時狂ってたんだろうな。うん。うん。うな、怖いだろ？中渕さんいらっしゃい。うな、なんで俺がうな怖いの？うん。そうだね。いや、全然、怖いとか怖くないとか、そういう基準でウナのこと見てないけど、俺。うん、ベルセルクで一番好きなのは、神の名において SM プレイに目覚めて初めて初登場時のファルネーゼが一番好き。ファルネーゼもういいよ。もう。いや、ない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 。もう後半のベルセルクはなかったことになってる。うな歯がないから。まあ怖いよね。うん。旅終わってないよ。うん。旅終わってない。まだまだ続くよ。俺の旅は。ゴレンジャー。頭がハゲそうです。ハゲ具合が限界です。ごま、会社が効きません。和道さんならどうしますか？スキンヘッドでよくない？男なんかハゲんの当たり前なのか。俺ハゲ怖くねえから。うん。ハゲを隠そうとする心が出せえよ。うん。どうにかしようって思ってる、その心意気が嫌い。それがダサい。うん。ハゲたなら、ハゲ通せって。うん、いるよ。いますよ。でも俺旅するときにずっと言ってたけどね。うん。下に書いてあるけど、イベントコラボ企画など仕事がある場合は帰宅しますって書いてあるけど、俺ずっと言ってるけど。うん。早く旅配信が見たい。ハゲは頭の形で決まる。顔じゃない？頭の形よりも。俺顔立ちだと思うよ。ハゲが許される顔とハゲが許されない顔ってあると思う。で、俺は結構ハゲが許される顔なんだよ。いやー、わかんない。知らん。いや、ハゲはハゲだから。俺？いや、まだ遊ぶけど、全然。俺は全然まだ遊ぶね。まだまだいけると思ってるから。俺はまだまだいけるぜ。まだ飛べるぜ。まあ、ふさふさ。まあ、デコは広いけどね。うん。てかもうなんか、ハゲをどうにかしようっていうのが嫌だ。ほんとに。うん。ハゲをどうにかしようっていう心意気が嫌だ。この前、ね、2万投資で13万なら11万ぐらいかな。うん。
ビートたけしがカツラガンガンバラすってのを作ってる？え？カツラガンガンバラすってのを作ってる？何それ？のんちゃんおはよう。いやもう30代でさ、いや俺女いるし。で、ハゲててもかっこいいって言ってくれるんだよ。で、好きな人にかっこいいって言われててさ、別にね、ハゲハゲ言われたって別に何でもよくない？彼女が俺のこと世界一かっこいいって言ってくれてんだよ。俺が好きな女の子が。それに何の不満があるんだよ。ハゲててもかっこいいやつはかっこいいんだよ。俺生ポでも彼女いたよ。ハゲても彼女いるんだよ。かっこいいやつは何やってもかっこいいんだよ。そのさ、俺は貧乏だからとか、俺はハゲてるからとか、俺は顔面が顔、寄ってるからとか、体毛が濃いからとか、全部言い訳だから。かっこいいやつはかっこいいんだよ。ダセーやつはダセーんだよ。それだけだよ。別にハゲてかっこいいやつ5万といるわ。そう。隠そうとするのが一番ダサいよ。そう、心だから。堂々としてる、してればかっこいいんだよ、男は。俺はハゲから逃げてねえよ。ハゲと向き合ってるから。もう決めたんだよ、俺は。22歳の時にもう俺は受け入れたんだよ、ハゲを。そうだよ。みんな年取ったらハゲんだよ。若いやつが俺に向かってハゲハゲって言ってるけど、そいつも30過ぎたらハゲって言われんだよ。その時にわかるわ。なんて俺は罪深いことをしてしまったんだって。こんにちは、はやぶささん、おはよう。いいんだよ。若いやつは俺をハゲと言えばいい。ブーメランが帰ってくるんだよ。壮大な10年遅れで帰ってくるから。俺ハゲてると思うよ。結構、猫かなり広いからね。ハゲだろ、これは。いつから？よう分かんない。俺がしたいとき。今、旅の途中じゃないよ。旅の途中じゃない。だから、日数止めてるでしょ。21で。変えようか。いや、突人数、これか。何にしようか。帰宅中とかにしようか。いや、大丈夫っつうか、別にハゲててもかっこいいやつは俺はかっこいいっつうのは持論だから、曲げる気ねえよ。むしろ、ふさふさで痛いって思ってるやつの方が恥ずかしいやつだと思ってるから。正直ね。おはよう、タコスさん。渡辺謙とかかっこいい。むしろハゲ、ハゲ、ふさふさの頃ダサいかんね。渡辺謙は白血病を起こすから本当に役が深くなったよ。やっぱね、死の間際まで行った人はかっこいいよ。視線をくぐった。やっぱあの眼力はすごいよ。剣渡辺は。身長180なくて体重も80前後ある俺でも彼女いるんだから大丈夫だよ。関係ないよ、もう。かっこいいやつはかっこいいし、モテるやつはモテるんだよ。モテないやつはモテない。モテないやつは何やってもモテないんだよ。だから、モテないんだったら、そのまま魔法使いとして生きろっていう。いや、だから、そういうことだよ。だから、ハゲがかっこいいとか言ってないんだよ。かっこいいやつはかっこいいっつってんの。かくらちゃんおはよう。かっこいいやつはかっこいいんだよ。別に、ハゲなんてオプションだから。そう、オプションをぐだぐだ言うなと。え？ちょっと待って、何？頭痛い？俺行ってこようか？買ってくるよ、のんちゃん。寝てな。この買ってきてあげる。
なんていう薬買ってくればいい？イブクイック。イブクイック。なんとかってついたの ?EX。イブクイックね。うん、ちょっと休んでな。あと飲み物何が欲しい？イブクイック。薬局に売ってんの？うん、買ってくるから。ごめん、ちょっとのんちゃんが体調悪いからさ、俺薬局行くわ。みんなごめんね。お疲れい。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。